はい、皆さんこんにちは。今日は7月11日日曜日。実は私、今日午後1時にですね、新型コロナワクチンのモデルナ製のワクチンを打ってきました。かれこれ接種してから5時間ほど経つんですけども、少しこう打った左手の二の腕のあたりが痛いかなっていう感じなんですけど、その他にはよく言われてます副作用みたいな感じのものはないっていう感じです。そんなわけで今日はまた60年代フォークソングで、5つの赤い風船っていうグループがやりました、遠い世界にをやってみたいと思います。本当はこの曲はね、皆さんご存知の通り、ちょっと変えましてスローペースでやってみたいと思います。それでは5つの赤い風船で遠い世界に。
遠い世界に、ちょっとかなりスローのアルペジオで、スリーフィンガーではなくてアルペジオでやってみました。まあそんなわけで、まあ皆さんももうワクチン打った方もいらっしゃると思いますけども、これからの方もいらっしゃると思いますが、ね、少しでも早く、一日でも早くね、このコロナ禍が収束しますように、願いながら、今日はこれでおしまいにしたいと思います。それではまた皆さん、さよなら。